さあ帰ろう。やっと見つけた。よく見つけたでしょう。この辺は電車1時間に1本だし、人も少ないから乗ってくる人分かるんだ。聞いて回ったらそんな人いないっていうし、徒歩で行けるようなところ探しまった。絶対見つかると思ったよ。仕事はどうしたんですか？休んじゃった。明日怒られるかな。なんでですか？私もういいんだ。泣かないで。また私と同じこと。君のせいじゃ。いいんだって。あの人の弟なんです。お金を貸してくれないかって。貸さないとあの人に言うって。それでどうにかしようと思って。また迷惑かかると思って。もういい。もういい。私がいない方が圭介さんに迷惑かからないと思って。だからそんなことない。でもまたいなくなったら探す。そして見つけ出す。絶対に。もしもし。ああ、兄貴。ああ、場所は分かったから。ああ、それでさ、場所なんだけど。すいません、突然出ることになって本当申し訳ございません。まだ1、2ヶ月ですよね、確か。そうなんですね。何か、そうなことありました？ああ、いい、全然ないです。本当ですか？私はそうなんで。はい。そうですか。すいませんです。あの家賃はちゃんとお支払いしますので。はい。じゃあまた何かあったら。はい、よろしくお願いします。はい、すいませんです。それじゃあ会社の方に辞めるって挨拶に行ってくるよ。ごめんなさい。いいんだって。じゃあ荷造りの方よろしく頼むよ。はい。じゃあ。
帰るぞ。いや帰るぞ。いやいいから、いや帰ろう。やめて、離して。いやよ、動けよ。いや動けって。ほら立てよ。はい、なんだお前、何してきた。ちょっと離せ、離せよ。出てこい、離せ、離せ、やめろ、やめろ、何だよ、ダメだ、何してるの、ダメだ、ダメだ、離せよ、離せよ、離せって、離せよ、こげろ。殺してやる、みんな殺してやる。ゆかもお前も殺してやる。私がいる。やめろ、私飛ぶから。やめろ、やめろ、ゆか、私がいるから、私がいるから、ゆか。ゆか、ゆか、仕方ない。